第1回兵士選択希望選手ゴシラカワホー54歳、いよいよ始まりました。1180年度ドラフト会議、高等学校兵士は予想通りゴシラカワホーですか。予想通りゴシラカワホーも兵士を希望しているとされています。第1回源氏選択希望選手ゴシラカワホー、おっと源氏もゴシラカワホー選手、ゴシラカワホー選手は兵士以外は社会人入りを表明してますからね。これで12球団で揃いました。8球団が新日鉄高い野茂英雄投手を示しました。こちらは、兵士以来は社会人入りと噂されておりますゴシラカワホー、源氏は指名できたとしても大丈夫なんでしょうか。兄上、兵器でなければ人でなしでいきましょう。黙って俺と来ただ、おごれる平家は久しからずじゃ。さあ兵士は平野清盛監督、そして源氏は木曽の義仲選手がくじを引くようですね。兄上、田舎侍に何ができるというのでしょう。黙って俺義経もらった。おっと、頭に火のついた牛が兵士のテーブルに向かっていってます。おお、鍵湯の刑ですね。これは聞きましたね。源氏引き当てました。そして吉永保護選手も源氏に表明いたしました。選択が確定いたしました。今年のドラフトスペシャル、これにて終了とさせていただきます。